学院大学が被災地のど真ん中にいますので、学院大学を介して、被災地に行ってきました。次々と支援要請が来まして、で学生を派遣していくということになりましたけれども、日本の各地から被災地で中継してもらえる大学が必要だということで、うちの大学を中継基地として各大学が被災地に入るということになりました。被災地の支援に動く人たちの手助けをしたという意味合いが非常に強くて、そういう意味で、まあ、ステーションという、意味合いが十分あるのかなと。大学間連携を復興大学という形で、この震災以後ですね、強化していきましょう。学問的な貢献とか、被災した小中学生に対する教育支援であるとか、被災地に対する機能を強めていきましょう。その中の一つの部門に災害ボランティアステーションっていうのがありまして、復興大学の災害ボランティアステーションっていう意味合いは、連携して、その単体の大学ではできない支援を多くの大学と一緒にやっていきましょうということで、復興大学を動いています。現場に出て、一つの食物がどうやって私たちの手に、伝わってくるのか、それから一つのエネルギーがどうやって私たちの家庭に送られてくるのか、そういう現場の人たちのさまざまな苦労に接することで、私たちの生活が多くの人の手足によって支えられているのだということに気がついてもらう最大のいいきっかけは、ボランティアをやることです。で、ボランティアをやってもらうということは、人の手助けをすることじゃないんですね。結局は、自分たちがどうやって生きているのかということをボランティアをすることによって認識していくことなんですね。だからその意味で言えば、私たちがその手足を支えられて、他人の手によって支えられて生きているということを現場を通してどう再確認していくのか、そういうことの場所としてボランティアがあるのだと理解してください。だからボランティアは非常に大事なですね、学生たちが成長するための大事な教育の場なんだということを認識してもらいたいなと思います。で、その意味でたくさんの人がボランティアに登録して、そして現場に出て行って、現場の人たちの汗と悩みと苦しみを知って、そしてそういうことを自分の糧にどう生かしていったらいいのかということを考えていただく、その一番いい機会だと思います。ぜひボランティアに登録してもらいたいと思います。